はい、えー。日本語教育世界の皆さん、こんにちは。えー、このビデオは第4週の、えー、反転授業の中の3本目の、えー、ビデオになります。あ、そうですね。4本目でした。ごめんなさい。4本目のビデオでは、反転授業に必要なツールについてご紹介をします。はい。えっ、ー、と、反転授業の動画を作る、えー、ツールは、まあ、たくさんあります。もうすごくたくさんあるんですけど、ここではですね、えー、まあ、あの、とても簡単なルームというものを えー、ご紹介して、その使い方も実際にお見せしたいと思います。はい。えー、まず、ルームとはですね、どういうものかっていうと、えー、自分の顔を見せながら、パソコンの画面を、あの、録画するというものです。えー、実は今、私が、えー、ここに自分の顔を見せて、このスライドを見せていますけど、これもまさにこのルームを使っている、えー、使いながらや、あの、見せているんですね。はい。で、これはですね、あの、 Google Chrome のための拡張機能です。えー、リンクはここにありますね。これも、あの、この YouTube 動画の下の方に、えー、載せておきますから、えー、そこから開いてください。で、ね、時々、あの、loom.com とかね、そちらの方から入ってしまう人がいますが、そうするとちょっと面倒くさいことになるので、えー、必ずこの、えー、拡張機能を使うのがおすすめです。はい。えー、で、これはあの、Chrome が、あの、必要ですけど、この Chrome は、Windows でも Mac でも Chromebook でも、 え、使うことができますね。はい。えー、で、あの、えー、その動画をオンラインでそのまま共有することができます。つまり、あの、えっ、ー、と、ダウンロードして、それをシェアする、アップロードしてシェアするとか、そういうこともしないでいいんですね。はい。えー、で、だけど、無料版は5分までです。はい。えー、で、あの、学校だったらそれより、ちゃんと登録すればね、 学校ですよって登録したらそれより長く使うこともできますが、えー、個人が使う分には5分、個人が無料で使う分には5分だけです。はい、えー。で、マイクロラーニングっていうのがありますね。これ5分間とかこういう短い動画で勉強するのはマイクロラーニングといって、えー、最近、えー、とても注目されている方法です。5分で十分だと思います。はい、やり方はですね、このインストールすると、ここにこういう ルームのアイコンが出てきますから、これをカチッとクリックします。えー、そうするとですね、えー、こういう風になってきま、あのー、この画面が出てくるので、スタートレコーディングというのを押しますね。でそして、最初はこの、your entire screen、これをお勧めします。これをカチッとクリックして、あ、ごめんなさい。それをカチッとクリックした後で、ここにですね、えー、シェアというのがあるので、このシェアを押します。はい。そうすると、カウントダウンが始まって、3、2、 1とカウントダウンが始まりますね。はい。で、0になったら録画が始まります。はい。こんな感じで録画が始まりますね。で、終わったら、この緑色のチェックボタンを押します。えー、で、これを押すとあ、あ、すみません、ごめんなさい。その前に、えっとですね、これ大きくしたり小さくしたりすることができます。これが真ん中のサイズですね。これが一番小さいサイズです。で、これにするともっと大きくなりますけど。はい。で、終わったら、この、えっ、ー、と、チェックボタンを押します。はい。でそうするとですね、 えー、うん。あの、えー、シェア、もうそのままシェアすることができますで。このシェアのボタンを押して、で、あの、あのね、ここにメールアドレスを入れることもできますけど、私はこのリンク、リンクをシェアする方法が簡単でいいと思います。で、このコピーしたリンクを、えー、Google Classroom とか、Slack とか、WhatsApp とか、そういうところで、えー、学習者とシェアすれば、 いいですね。はい。とても簡単です。ただですね、ちょっと問題は、えーうん、私はこのフリーバージョン、えー、お金を払ってないんですけど、そうすると、えー、1人当たりビデオを25本しか、えー、あのー、作ることができません。26本作ろうとすると、えー、一番最初の古いのが、えー、消えてしまいます。なので、えーえー、それで、あの、うん え、ダウンロードすることができるんですね。で、えー、一度ダウンロードして、このルームを削除すれば、えー、そしたらずっと、え、使い、使い続けることができます。はい。はい。えー、Windows でも、え、ショートカットを使うと、この Windows Alt&R ですね。えー、それを使うと、えー、録画をダウンロードすることができます。はい。えー、このビデオに含まれているリンクは、この動画の下の、ここを開いてリンクを確認してください。 はい。それでは以上です。フィルミレンゲー。